はい、皆さんこんにちは。今回、研究させていただきたいのは、気になる、国際問題、時事問題、事件などね、に関して研究させていただきたいんだけど、今回はトルコで8階の建物が崩壊し3人亡くなられたというか、18時間ぶりに救出もということでね、トルコに関して、イスタンブールに関しては10月に訪れてますので、数ヶ月前まで行ってました。で、トルコ最大都市イスタンブール、まあ首都はアンカラですから、イスタンブールが首都と思っている方非常に多いと思うんだけど、アンカラです。で、アンカラは今回行けなかったんで次回行きます。で、6日8階建ての建物が突然崩壊ということで、地元当局に3人が死亡したということで、アトリア通信などが伝えたということで、13人が負傷で、うち3人が重体です。当時約30人が建物に行ったとみられ、救出作業が続いているということで、7日には5歳の少女が約18時間ぶりに救出されたということです。怖いですね。で、原因は不明で、警察当局は捜査を開始したということで、6階から上の部分は違法に増築されていたということで、付近の防犯カメラには建物が突然、崩れ落ち、数根人らが逃げる様子が映っていた、爆発はなかったということで、建物はアパートなどに使われ、14世帯で43人が住民登録していたということで、瓦礫の下から、複数の生存者の声が聞こえるということです。これに関しては亡くなられた方の、ね、ご冥福をお祈りさせていただくともに、怪我を負傷された方の、ね、早期の回復を願っております。このイスタンブールということで、ね、この間できました。これはまあ世界各地を回っているとやはりこういった建築ね、これ増築、違法に増築したことが結局原因だったと思うんです。もしくは偽装建築とかも流行ってるし、その中でやっぱりこういった事故、が起こっているのが実情です。日本だとまあ地震が起こって倒壊することだっても自然に倒壊するっていうのは、まあ、建築基準法がここ、ね、まあ、建築基準法が改正される前とは非常に脆い建物もあったんだけど、昔から地震が多い国、まあ、トルコも多いんだけどね、地震が多い日本においてはやっぱりそういったところで耐震っていうのは非常にね、考えるところになってますので、震度7、8でも耐えられるようにということで、まあ、家が、建築されているわけです。ただ外国に行くとね、やっぱりそういう先ほど言った増築されたりとか違法建築、消防法がまともになっていない、いわゆるまあ先進国というより発展途上国に多いです。トルコというのは先進国かといったら、経済的に言ったら先進国ではありません。もちろん、トルコは、イスラム教の盟主と言っても、いい、存在、そしてかつてオスマントルコ帝国ということで世界に歯を唱えた、民族です、トルコです。トルコに関してはそういったところでトルコ人はね、誇りに思っている人々が多いんだけど、ただやっぱりまだまだやっぱそういったところがね、発展途上かなって感じがします。今、いわゆるその空港であるとかね、橋とかが今日本の、資金援助、ODA の援助まだ入ってますので、ODA の援助で、できようとしています。これに関してはトルコに行った時にね、トルコ人に言われたりとかしましたけど、その中で日本の、建築技術もこれからね、生かされていくのかなって感じはするんだけど、まあ正直怖いですね、これね。だから、いつ何時そういう風な、ね、やっぱりそういったね、崩壊とか分かんないじゃないですか、まあ、これもやっぱ運命なのかもしれませんね、亡くなるというのはね。だからそういったところ世界各地回ってると、この建物大丈夫みたいなねとこあったりするんですよ、うん、インドなんか行った時も危なかったですからね。インドでも列車の事故ありましたけど、やはりその結構まあそれも運ですね、やっぱりね、脱線事故なんてよく起こってますけど、自分は一回も脱線事故もちろんそれはね、起こらずに無事言いますけどね、まあなった時はなった時で、死ぬ時は死ぬし、負傷する時は負傷するのかなって感じがします。まあとにかくこういった問題に関しては、まあね、いろいろなところで、国際問題というのもね、ありますけど、これからもちょっと研究させていただきたいと思います。